From May 24th through July 4th, Uber and Lyft are both going to offer everyone free rides to and from vaccination sites.アメリカのバイデン大統領は11日、新型コロナワクチンの普及促進のために配車サービスの大手2社と協力し、ワクチン接種を受ける人が接種場所まで無料で移動できるようにすると表明しました。低所得層や感染を恐れて公共交通機関の利用を控える人にも接種を拡大する狙いです。